まあ組むんですけど、正面から組みに行くとパンチもらったり膝蹴られたりするんで、これ横に横に外に外に行きたいんですよね。例えばだからこのジャブにしてもこうしてこっち側で、わかりますこっち側で同じ手、外側外側でこう弾く、ちょっと大げさに見えます、外側外側でこうやって弾くように練習してますけど、この手を反対で、反対でこっち側外に立てるように、外に立てるように、外に立てるように、普通のパーリングはこうです、うん、はい、普通のパーリングはこうしてあります、こうやってありますけども、逆に左手で外側外側行ってます。外側外側行くと、こっからフリンジ行くときにこの右手で支えながら、トントン、パン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 、おーポンポン、そうするとこっちから2つでいけるんで、こっちから行くと1、2でせーのでこうやってガッチリこうもらって、外側外側、外側外側、最初からずっとこうやってたら分かりますよ、普通にこうしてます、両方でいけます、両方でいきます、ポンポン、はい、これで組み方としてはこれです。はい、で今やってもらいたいのは普通のパリング、パリングから外にパリング、外にパリング、ポン、こっからポンポン、おーポンポン、両方手くらい、うん、ポンポン、おーで組みます、そう、うん、組んで、で左の腰を上げたら、おお。ここまでいきましょう。よし。はい。これサウスポーでどうしたんですか。サウスポーで諦めてください。はい。先輩が左っきり僕は右。はい、で先輩がかけるとき。あ、これも一緒です。うん、こうですね。うん。こうでしょ。左っきりでしょ。うん。右でしょ。そんな感じ。そんな感じ。こっち。ああ。そう。ああ、そうそう。一緒です。ああ。外。外。こっち。こっちもいいです。ああ、そうそう。こうでもいいですし、こっちでもいいです。ああ、そうです。外向き、伝統派のやってる人とかはこう外向きがいけるんで、うん、こういうの慣れてるんで。ああ、そうそう。こう。ああ。はい。はい、ちょっとやってみましょう。お願いします。